それでは来年、本年度のですね、予算でどういう課題を抱えているか。一つは新型ウイルス感染症の対策であります。で、今年の予算では一般会計で494億、まあ細かい点はですね、これこそいろんな資料も出ていると思いますので見ていただきたいと思いますが、始まりは令和2年度で大きなお金を使っております。そして走りはですね、令和元年にも若干の額があります。3年度が多いわけですが、で、財源の問題、まあ、国の方で地方創生臨時交付金というようなものがあります。で、4兆5000億の国予算の中で大阪市への交付額は362億というようなことになっておりますが、実際にですね、大阪市がコロナ対策で国からのお金を当てにせずにやらんといかん、大阪市が自前のお金で対応せない感覚が元年度6億、2年度は851億円、3年度、今の段階で予算に組んでいるのが274億円、今の予算の段階で1130億円組んでいるということです。まあ、これがどういうふうに、さらに増えていくかということでありますが、この感染症対策といえばですね、国と地方、府県と市町村の事務配分で言えば、これは典型的な広域行政の行政体である国と府県が対応すべき問題なんですね、典型的な。で、まあ、これへの対応を見ても分かるようにですね、公益だ基礎だと言ってですね、簡単にその分けれるかというのを典型的に示しているのがこのコロナ対策だと思います。ただ府県がこういうことこそはもう本当に集中的にやるべき、一番中心になってやるべき仕事である、そういう仕組みになっているということですね。で、この地方創生と臨時交付金というようなお金もですね、そういう仕組みですから府県の方に集中的に降りてきます。だけど大都市をはじめ都市大きな課題を抱えておりますけど、十分来ていないということが言えます。ですから最近の自治日報という新聞を見ますと、まあ、小さな欄でありましたけど、横浜市長、これはまあ今指定都市のリーダーですね、市長会としてですね、もっと指定都市にこの地方創生臨時交付金を交付すべきやと、一人当たりの交付が非常に小さいということを言っております。ですから、まあ今度の飲食業に対する助成措置でもですね、まあ松井市長、府県だけじゃなくて大阪市も出しますよということで上乗せしていますね。そういうお金はこの大阪市独自の財源でしか対応できないわけです。そういうよそはどこともやってない、みんな府県が中心になってやる、そういう仕組みであります。じゃあ次が、まあ、これ扶助費の問題は先ほどからお話ししましたので、懸念される扶助費の動向ということで、扶助費はどんどん増えていってる、22番の資料ですね。そして23番は世帯別に見た保護世帯がどういうふうに推移しているか、こういうことを表しております。で、生活保護の仕組みはですね、これは本来国の仕事、法定の仕事をこの市町村がやっているということでありますから、国が4分の3を負担します。
地方は4分の1を扶助費そのものが負担するという仕組みでありますが、例えばこの生活保護費についてですね、当然この国から出す仕事は負担は全額が来て当たり前なんですね。ところがそこに書いてありますように、現状でもですね、交付税で阻止されている率は 92%、まあ、1割ぐらいは持ち出しになっている。だから他にしわ寄せが行くと、こういう構造になっている。でこれは実はですね、まず随分改善された方です。かつては7割ぐらいとかね、いうようなことで、国の仕事を大阪市が代わりにやって給付費、それが交付税で十分見てもらえなかった。私がかつて財政の仕事をしてた時に、国の財政局の審議官から、なんで大阪市そんなに高いんやと言って、いっぺん特に医療費の浮上なんか高かったですね、いっぺん持ってきて説明してと言われてですね、説明に行ったことがありますが、なかなかちゃんと措置してもらえなかった。まあやっと9割改善されたんだなというのがこの表を見て感じております。それから3番目、次の、26番24番25番26番の方の表ですが、人件費の増減という問題で、まあ随分人は確かにですね減ってるんですね、減らしてきました。特に平成のこのバブル崩壊後、苦しい時にですね、先ほど申し上げたように人を採用してない期間が相当あったというようなことで、随分採用凍結と減ってる。あるいは民間化とか法人化というようなことでですね、実は人件費が他の費目に振り替わっただけというのもあるんですね。これがどんどん進んでおるということも事実です。まあ教育の世界でいうと、支援学校とか一律高校の風に移管をされると、支援学校はもう移ってます。一律高校は間もなく風へ移管するんですね。まあこの問題だけでも大変な問題で、お話したいことはいっぱいあるんですが、この移管するときにですね、財産付きで、のし付きで渡すわけですね。大きな財産、府立高校の用地、一律高校の用地なんて大変な用地でありますが、この間の司会の議論を聞いてますと、一応その一律高校の用地がいらなくなったときはですね、これは府立高校に事業に当てるいうようなことぐらいは言うてるようですけど、おかしいですねこれ。市民が営として育ってきたもの一貫するとですね、確かに運営する経費はかかります。ところがですね、この経費については交付税で相当阻止されるね、交付税で、ですから全部が負の負担になるわけではない。でご存知のように高校再編ということで、募集が悪いところはどんどん廃止していくという、そんな流れですと簡単にそれをですね、財産処分されると。大阪市内の学校というのは一等地ですよね。まあそういう問題も抱えておる。それは一方で確かに人件費は減っていくという姿が出てくるということです。それから先ほど申し上げた府費負担教職員の指定都市負担への制度改正、29年度から行われたというようなことがあります。それからもう一つ、教員の負担になると、今度はですね、35人学級というのが行われるということが言われてますね。次の8ページの28番の資料を見ていただきたいと思います。これ新聞記事です。4月35人学級改正法成立、そこに標準法のポイントと書いてありますね。小2から小6の学級人数の上限を40人から35人に引き下げ、5年間で移行すると。まあこういうことになると、
この政党の数を35で割って、まあ、あの収まりきらんとですね、3学級になったりするわけですね。そういうふうにして学級が増える、学級が増えれば当然教員も増える、今後の増要因として、まあ頭の隅に置いとかなければいけない問題だと思います。それから29番、次に、次のまあ問題意識として、公共事業費、これがずっと抑制をされてきたということを申し上げましたが、これが反転の兆しというものがあるんじゃないかと、それが今からの諸々の事業であります。それから下の30番見ていただきますとですね、大阪市のこの事業というものが、まあ戦後一貫して都市づくりのために随分投資をしてきた、その結果ですね、現在残っているものでも建築年度別延べ面積、これは市施設建築物についての数字でありますが、これはまあらゆるインフラについて言えることは、陳腐化が起こっているわけですね。更新需要が当然起こる、まあ、これに対する需要というものが当然今後見ていかなければならないということであります。それから31番、今後起こるであろう大型プロジェクト、大型プロジェクトですね、大型プロジェクトの一覧であります。これはですね、令和2年1月30日時点で大規模事業リスクというようなことで、なんか会議をされている時に出された資料のリストがありましたので、それをもとにこれ整理しております。夢洲の都市造成事業会計、この数字は変わってきてるんじゃないかと思うんですが、それ以外に、阪急の立体交差化事業、これもですね、今年は大幅に金額は減っているというようなことで、どう進むのか、しかし問題意識として置いておかなければならない事業、それからなにわ水線の整備事業、全体で3300億、本市負担590億というようなこと、それから万博ですね、万博、当初1250億の事業費が1850億に改定された、それから淀川左岸線の事業、1162億と言われてたのが700億ぐらい増えると、こういうことで、これは全体の項目であります。でそれの個々の説明資料として、これちょっとページがうまく合うかどうか分かりませんが、32番34番という辺ですね、これはまず万博の会場建設費が1850億に見直されたという経緯、これが本当にまたこれで、収まるのかどうか分かりませんけど、まあそういう経緯を示しております。で34番、これ万博協会が示した資料でありますが、そこの資金計画、改定後の資金計画で、そこの真ん中辺に1850億というのが出ますが、そこまでがこの関係部分ですね。それに対して、大阪府大阪市補助金収入617億が見込まれている、まあ、これ多分府市が半分で負担をしなければならない、まあこういうようなものです。それ以外にですね、この鉄道の事業なんかどうなるのか、この辺が皆目よくわからないんですが、もともと地下鉄を延伸するのは200億ぐらいを IR 業者に持たすという話があった、皆目今IR の見通しも立ってない中で、誰がそれを持つんだというような説明も追及もあまりないですね。ですから我々はどういうことになっているのかという知る由もないということであります。で、次に夢洲の
インフラの整備がどういうふうに行われる必要があるのかというのを示した資料、これも万博協会の資料の中にあったものでありますが、36万の資料、まあ、これはまた表を見ていただきたいと思いますが、まあ、関連した事業はですね、これだけいっぱいあるんですね。だからまあ相当なお金がいるだろうと。37番の資料は最近の資料でありますが、4月7日新聞報道によりますと、 IR について再応募したと。ところが応募者は結局当初から言われてた MGM オリックスのこの連合体しか出てこなかったということで、まあ、今後そういう方向になっていくんじゃないかというようなことが書かれておりますが、いずれにしても IR も絡んだ夢島周辺のこの整備事業という問題が今後大きな問題になるだろうと思います。まあ、端的に見ますと、40番の資料をちょっと見ていただきますと、またこの左岸線がどういう位置づけかというのはご承知のように、この大阪都市再生環状道路、この環状道路がですね、この淀川左岸線の2期工事で、まあ、止まってしまっていると、完成してないということであります。でこれについて、まあ、かつて、都構想の説明会各区で開かれた時など、橋本市長がですね、この大阪市はこの、環状線もちゃんとやってない、怠慢だと、こういうことをしきりに言っておりましたが、考えてみますとですね、市長がやる仕事であって、それを怠慢だと言われるのもどうかなという感じがしますか。確かに長い間この進んでなかった。それはなぜか、難しいからですね。一方で、非常な研究検討がされてたということは事実であります。でこの今度の左岸線の工事というのは、そこのこれ、まあ、色が黒くてちょっと分かりにくいですが、豊崎のインターネットの辺からこの御堂筋の辺にかけての左岸線のルートであります。 4.3 キロこれを、まあ、最近というか、地下に潜らせる。しかもこれはですね、この辺は藩校の高速道路事業と並行して同時に、まあ、同時というか一緒に行われるという関係があるんですね。ですから両方がうまく相まっていかんと、まあ、うまくできないだろうと思いますが、この事業について、まあ、説明会等では、まあ、非常に大阪市の怠慢ということが言われ、府の方もですね、大阪市が怠慢だというようなことをしきりに言って、今度一元化条例でですね、まあ、こういうことも関与するというような感じでありますが、経緯はこれ随分前からあるんですね。20世紀の初め、2001年からこの延伸線の位置づけがされておるというようなことでありますが、研究会がずっとされてきた。で、まあ、高速道路との関係もあるというようなことで、やってきたんですが、やっとこう動き始めたのが2014年度ぐらいから。しかしその前段にはいろいろな研究検討がされてきているということであります。でこれが工事費がですね、そこの39番の記事に出ておりますように、昨年の7月に、まあ、市長に大幅に増えますよという説明が上がったようでありますが、実は公表されたのはずっと公表というか11月、まあ、決算司会の前にですね、こういう
700数億のお金が増えますよということになります。しかしこれは大事業ですね。また難しい事業だと思います。最近調布市の道路公団の道路工事で、陥没事件が事故が起こったりしてますけど、こういう地下の大震度というのもそういうことが起こらないとは限らん。そういうことになった場合に、例えば責任はですね、今度の一元化条例で府がこれにも関与する、じゃあちゃんと府も一緒になるのかとかね、もちろん事業体は別の浪速水線なんかは別の事業ですから、今からどんどん大震度の工事が大阪市内も始まっていくというような状況になっております。まあ淀川左岸線問題、それから次の項目が浪速水線の問題ですね。浪速水線、長い間いろいろ議論をされてきましたが、現在のところ取りまとめられた内容がそこに出ております。運営主体は関西高速鉄道、これは関西高速鉄道という、まあ、JR 東西線の工事なんかをやった会社であります。そこが、まあ、整備主体になって、運行主体は JR 西日本と南海と、まあ、こういう事業でありまして、浪速筋に地下鉄をというような話は昔からないわけではありませんが、要は基本的に今動き始めているのはこういう JR とか南海、ただこの市内の交通の利便ということで、事業スキームではですね、下の表にありますように、下に42番ですね、全体の3300億円の事業経費の中で、地方は出資金の330億円と補助金の850億円、合わせて1180億円を持つということで、今スキームがされているわけですね。で、まあ、これを府市で半々ということになるのか分かりませんけど、まあ、相当な負担が生じると。でこれが今動き始めている、特に梅北の公園化とか今の日記工事が進んでいきますと、そこにまあ一気ができたりしますので、浪速水線はそれのちょっと西寄りということでありますが、そこに下に経過等も書いております。要はこの事業が進みますと、当然ながら事業自体について、負担が生じると。しかし多分こういう事業が進むとするとですね、周辺部それに関連して、大阪市の負担も増えるのではないかと、これはまあ私の予測でありますけれども、いろいろな関連事業が生じてくるということも考えられると思います。これは確認はできておりませんが、そういうこともあります。次に梅北の4番目の項目として44番、梅北の開発事業ですね。梅北、現在梅北についてはこの一期工事がほぼ終わって二期工事ということで、今から二期工事に本格的に入っていくと、まあ、ここにも今度一元化条例で府がますます入ってくるというようなことになろうかと思いますが、まあ、これがどういうふうな景気になるかという数字はちょっと見えないんですが、まあ、こういう問題があると。それから次に大きな問題として5番目の項目で、大阪港の埋め立て事業、公営事業の関係で
46番の資料を見ていただきたいと思います。ここにある45番の資料というのは、埋め立て事業が今までどういうところで行われて、どれぐらいの土地ができて、どれだけこの売れる土地が処分されたかと、これはちょうど監査報告の意見書の中にありましたので参考に取ってみました。45番の下の方を見てもらいますと、先島地区はほぼ 94.4% 売れてるという処分率ですね。処分すべきものはそれだけ済んだということです。で、以下、地域によって違いますけれども、鶴浜地区の 32.4 低い方ではそういうところがあります。で、夢島は 5.9% しか売れてない。全体では 73.9%、こういう埋め立て事業については、公営事業会計という特別な会計で経理しながら売ってるわけであります、処分していってるわけであります。で、ただですね、今回について最初なんか私の講演のタイトルがかなり過激なタイトルがついておりましたけど、夢島で大阪がね沈んでしまうのかと、大阪市の財政がという問題では僕はないと思うんですね。私の夢島とか新しい埋め立て地についての考え方で申し上げると、基本的に大都市というのはゴミとか廃棄物とかそういうものを、このいわゆる静脈の一つでありまして、そういうものを出していって成り立つところですね。で、特に建築残土とか、あるいは浚渫をした残土とか、そういうものはどっかに持っていかないといけない。かつて大阪の港区はご存知のように非常に低い土地でありましたから、大阪市の内港か河川の浚渫土で土地を盛り上げてですね、高潮と水に強い町にしていくと、私昭和33年に、入った時に研修で、その港区の区画整理事業の見学に行きました。一面の何もないところにお風呂屋さんの煙突がポツンと乗っとったのが今でも印象に残ってるんですが、大阪市の戦後の事業というのはですね、非常にいろいろな面で大変な先人たちは苦労しながら立派な町を作られたんだなと今にして思いますけれども、そういう残土をですね、地下鉄を掘って大正区の大正山を作った、区役所の近くの公園ができている大正山、あるいは鶴見緑地に残土を埋めたとかいろいろあるわけですけど、なんかそういうものが今まで少なくともいったわけですね。そういうものをどっかに持っていかなきゃいけない、そういうことも兼ねて、貴重な夢島にしても、あるいは今からできる新島にしてもですね、貴重な土地だと思います。今や大阪湾全体でですね、埋め立て地というのはフェニックス事業ということで、関係の自治体百数十の自治体が一緒になって、組合を作ってですね、埋め立て事業をやってるんですね。しかし今まで作った新しい埋め立て地のところはどんどん埋まってきてる、そんな無限ではないんですね。ですから非常に貴重なところであるということで、大事に使うべきだ。その結果土地ができて利用できるということであれば、それにふさわしい、利用の仕方をしたらいいんじゃないかというふうに考えております。で、埋め立て事業について言えばですね、公安局、この公安局も名前が変わりまして、大阪公安局、昨年の10月からですね、まだ府と一緒の
あの局になったんでね、そういう大阪公安局の、まあ、分析では、この埋め立て事業で大阪市がひっくり返るというようなことじゃなくて、まあ、それなりに、回ってるよというような考えであろうと思います。それ以上はちょっと深く言及はしておりませんけれども、そういう状況であります。都構想が否決されて、広域一元化条例というものが4月1日にできて、今後もですね、大阪市の行財政というのはますます懸念されるんじゃないかということで、行政組織は複雑化する、政策決定力、誰が決定しているか分からないようになる、政策決定のプロセスも不明確になるんじゃないか、団体自治とか財政自治というものへの影響というものが出てくるだろうと。そうすると住民の自治の力というものがですね、大阪市政に反映していく上でも受け手が複雑になって目くらましみたいになっていくんじゃないか、懸念をしております。で、要はこの独断的な二重行政論、まあ、この辺はお話しさせていただいたら、もう何時間でも話したいんですが、時間ありませんので省略をしますが、もう独断的ですね、二重行政論。まあ、二重行政論の今流行りの言葉で言えば権威主がこの最近のというかこの10年来の二重行政論であると思っております。で、ちょっと話のあれの中で漫画をちょっと入れさせていただいたんですが、私学生時代からちょっと漫画をやっとったもんですから、めったに書かないんですけど、この右下の方の真ん中辺にある漫画はですね、毎年私は干支を入れた漫画をこう書いてるんですね。2020年、昨年はネズミ年でありました。で、ここのテレビ見てる画面はですね、実は十二支がマラソンしてるとこを書いとったんですね。それを応用しまして、泰山明道ネズミ一匹ということで、あの投票日ハラハラしながら見て、最後泰山大阪市が大揺れになっておりましたが、ネズミが出てきて秘訣と、こういうことでですね、まあ喜んだわけでありますが、そういう気持ちを書いた。ところがそれも半年も経たんうちに、左手にあります一元化条例、一体化推進条例の図と書きましたが、これはパブリックコメントの時はですね、一体化条例という名前だったんですね。で、私は一体化というのはおかしいやないかと言うて、意見を出しましたが、まあ、いつの間にか一元化になってたというので、その前に書いたものですからそこはなってますが、まさに大阪市の上に府が乗っかるという感じで、しかも大阪市はこれであんまり喜べないなということを表したものであります。それから過去10年何が行われてきたか、49番の資料を見ていただくと、要は過去10年やってきたのはですね、市の事業を廃止し府の事業と統合すると、そういう事業ばっかりですね。要はこれ二重行政の展開でありますが、まあ、その経過がいろいろ出ております。で、本当にこれがそれぞれ、効果があったのか、どういうメリットがあったんだと、これはもうぜひですね、今後検証すべき課題であるというふうに思います。本当にコロナの中で、大案件のあれで良かったのかどうか、衛生研究所のままであった方が良かったんではないかというようなこととか、大学統合は果たして、本当にうまくいくのか、大学の問題は51番最後の方にちょっと
図を上げておきましたが、城東大阪城公園の近くで、作るわけであります。公団住宅、そして前は下水処理場、まあグランドになるんでしょうか、清掃工場の跡地というようなところでですね、しかも中途半端な、ここに全部が対米払って集結するっていうんだったら別ですけど、一部分だけで、特にかわいそうなのは1、2回生の教養課程がここで移るとなるとですね、学生にとってはあっち行ったりこっち行ったり、まあ大変ではないかと思います。しかもこれ今から膨大なお金がかかるんじゃないか、それは市も負担せなきゃいけない、こういうようなことになります。組織の複雑化については51番とか、今度都市計画局をまた府と市で一緒に作る、もう誰が行政をやってるんだって分からないなんですね。まあ、そういうようなことだけ申し上げて、またあといろいろお話がありましたらお聞きしたいと思います。非常に雑把な説明で長々となりましたが、これで終わらせていただきたいと思います。木村さん、ありがとうございました。大阪市の財政の現状と課題ということで、まあ、現状はとりあえず財政調整基金も大都市の中では、まあ、豊かな方やということで、しかしこれからどうなるかということで、いくつか問題点を指摘していただきました。とても長時間にわたる講演だったのでお疲れかも分かりませんが、4時には終わりたいので、何人かご質問がありましたらお受けしたいと思うんですけど、はい、どうぞ。どうも、膨大な資料と、いつも先生といろいろ話をしているものですからですけど、今日の話でですね、まあ、いろいろ、まあ、歴史から始まっていろいろ、いろいろ質問あるんですけど、まあ、1点だけ、いわゆる現状の大阪市の財政を見たらですね、非常に他の指定都市と比べても非常に まあ、ある意味健全財政というか、で、まあ、貯金もあって借金も非常に少ないというね、そういう現状で、まあ、今後どうなるかというのが、まあ、でも他の自治体も他の政令市も、まあ、今後かなり悪くなることの中で、大阪市はまあ相対的に、ね、安定していると。で、今僕大阪府の財政をいろいろ調べていてですね、本当に大阪府の方はですね、もう圧倒的に現状悪い、このままいったら来年か再来年にはですね、借金ができなくなる、借金が、まあ、制限されるような団体、記載制限団体に陥る可能性も非常に僕はあるんじゃないかと。だからこそその条例でですね、大阪市の財政をまあ、ひったくるというか取り上げるという、特に規約がこの前の会議でもいろいろ原案が出されたんだけども、規約によるああいうなんだいろんな事業の都市計画事業のですね、そういう、まあ、委託という問題と、僕は一番注目しているのは第8条の3項にですね、個別の事業で例えば淀川左岸線とかですね、等々のその事業な、まあ、何は水質も含めてですけども、その大阪府はもう今もそんなそこにかまとれるような財政状況じゃないわけで、だからこそ、まあ、大阪市と大阪府が1対1で半々で万博のあれ建設の費も負担するんだけども、そんな状況じゃないからですね、まあ、いわばもう大阪市に全部負担させるというようなね、そういうような協議が副都市推進会議でですねなされるんじゃないかと。当然なぜあんだけ拙速な決定したかというようなことも含めてね、とその辺 その先生 その大阪市の財政の現状からしたらですね、現状と大阪府の財政があまりにもそのギャップがあるもんですから、私なんかそういう問題意識持ってるんですけども、そこにちょっと お伺いしたいと。すいません、ちょっと長く。まあ、府の方の財政について、厳密に見ていないんですけど、府の方もですね、今後の財政収支見通しというようなものを発表しております。まあ、それを見てもですね、
楽観を許さない。いわゆる今非常に不安定要因はコロナの対応でどういうふうになるか。だから非常に今全体的に財政状況の判断というのは流動的な状況にあると思うんですね。そういう中でこの一元化条例というのは、私は司会に陳情書も出したんですけど、基本的にですね、府と市の役割分担というのはもう法律でちゃんと決まってるんですね。いわゆる今度持っている行く都市計画の関係というのは、ここ最近の都市計画法の改正で府から市にどんどん分権で下ろしてきた、その内容をですね、もう一回今度大阪市が府に委託をするというような仕組みですね。で、大体その本当に委託せんといかんような事業で、やるということはそれはあり得ると思うんですけど、問題は実はその今言われた8条3項でしたか、それでですね、固定化するんですね。これの事業はもう府の方に委託しますよということを決めてしまっている。それは一件一件というよりも固定化されてしまっている。それはですね、法律をねじ曲げて条例で固定化しているようなもんだ。そのことが本当に許されるのかと非常に疑問に思っております。で、ご承知と思いますけれども、事務委任の特例という規定がこの文献改革の中でもできまして、それは府県知事の仕事を市町村長と協議をしてですね、同意がいるかどうか別として、それが協議して下ろすと。ですから府県からの仕事を市町村に下ろすということは法律であるわけですけど、その逆はないじゃないかと、だからおかしいんじゃないかと意見申し上げたんですけど、結果の報告なんか見てもですね、項目も取り上げられてない。もう非常に遺憾だと思うんですね。疑問が非常に多いと思います。文献でせっかくこう何時に分けて下ろしていったものを取り上げる、しかもおまけにですね、都市整備区域の特例地域ですか、22、23ある中で大阪市が分断しているのはそのうちの1件を除いた全部を大阪市が今まで処理している。府外の1件だけを府がやっている。それをですね、全部関与しようと、そういう体制も何にもない。また事業者にとってはですね、それをこれは市会の議論でも随分出てたことなんですけど、事業者も大変なんですね。府に行っても関連して道路は公園はどうなるか、いちいちそういうことについて市との調整線というかというようなことで、事業者泣かせ、また行政の担当者も泣くと思います。そういうようなものを作っていいのか。これが大阪都市局ですか、新しく作る。で、体制がないもんですから、また府と市で合同の局だと言ってですね、誰が責任を取るんだというようなことも非常に不明確なものを作っていく。そんなんばっかりが今できてってんですね。曖昧になっていくのができてる。で、こんなんで本当にいいのかということを思います。で、府の財政について、これは税収、法人のウエイトが高いですから、法人の収益が下がれば当然大きく税収も下がっていく、国税で補うにしてもですね、これは大変だと思います。大阪市も大変ですね。で、去年なんかは固定資産税を徴収猶予するということで、これ法律でそうなって1年今年に先送りしたというような影響もあります。府の財政もあるけど、なんでこれだけ府がですね関与したがるのかなというのはね、本当に不思議であると思いますね。はい、ありがとうございます。あとお一人くらいいかがですか。あ、はい、じゃあお二人で、はい、じゃあ、ありがとうございました。
個人的に心配するのは、それまで大きな開発もせんと将来に備えていた大阪市の財政が一挙にこんだけ開発やって、もしこの通りやったとして大阪市の財政が持つんでしょうか。それもしその持つんか持たないのかということをその検証するような形はどうやればできるのかと、その辺のこれ5年先のことをこんだけ決めてやってたとしても交差比率が出てきて大変ですよというようになったら、もう5年先でないと新聞は騒がないんちゃうかなと。今からこんだけいろんなことをやるということを本当にいいかどうかということを表の議論にしていかないと、大阪市の財政は大変なんじゃないかなというところをちょっとお聞きしたいんです。ご指摘のようにですね、まあ財政の指標は良くなったと言っても、先ほどの表で見ていただければ分かるように本当に近年ストンと落ちているそういう状況だね。しかしそこに新たにそのコロナの問題、当然経済の停滞後退ということもありますし、いろいろな面で条件が悪い、そこに新しい事業としてですね、たくさんの巨額の事業が集中してくるということでありますから、これはもう本当にこういう財政の問題なんかについてもですね、なんかトータルで本当に実情を知らせるような、それは財政のあらましとかね、大阪市の広報に出ておりますけど、通り一遍のそういう内容ですから、そういうような本当は研究組織とかね、あって、やっぱりこうチェックされるべきだと思うんですけどね。そういう点がなんかもう、先ほど情報の広報のあり方とかいうことについても非常にまずいですね。で、昔ですね、大阪市の財政については青本、それから肌色といって2種類のね、青本というのは大阪市財政の現状を、まあ、ある意味で財源増やしてほしいという目的もあったわけですけど、財政の現状を報告した冊子をね、確か平成18年ぐらいまで毎年出てたんですよ。ところがね、それがねなくなったんですね。なんで出さんのやと、どうもよくわからんけど、それこそなんか不都合なことを感じた指示があったんじゃないかという勘ぐりたくなるぐらい、その辺からですね情報がばったり消えた。確かに財政のあるましは広報の別冊として出す必要がありますから出てますけど、やっぱりポイントを簡略化した格好でね、抑えたようなもの何もない。でこれではやっぱりみんな分からんと思いますね。だからまあ今日みたいな研究会、私も非常に急に言われた話でね、非常に自分じゃないんですけど、こういうものを契機にまた勉強していただいたらと思うんですね。でまあなお念のため申し上げておきますと、今日は会計、一般会計ということで申し上げたんですけど、全国比較なんかはですね、普通会計という全国共通の尺度にしたこの一般会計相当分をですね、分析した地方財政白書とかそういうものとの関連で見ていくということも、まあ、一部そういうものを取り入れてますけど、重要かなと思います。ちょっと十分でないですけど、はい、じゃあ、最後ありがとうございます。ちょっと簡単に時間ありますんでご質問したいんですけども、先生ずっと挙げていただいたね、これから2030年ぐらいまでの事業ですね、リニアまで、リニアは入れてませんけども、計算しましたらですね、1兆4000億ぐらいになるんです、総工費が。なにわ筋線、淀川左岸線の3期工事の延伸部分までね、そのうちで、まあ、今分配が決まってるんですよね。で、
いくつも事業あるんですけども、大阪市が3800億円、それから大阪府が1730億円と、あとは国とかね、そういうところで分配が決まってて、淀川左岸線の延伸部分も、あの大阪市の今年度の予算の、ね、説明書き見ると、300億円、市と府が300億円ずつとなってるんです。一番あの最後の事業でもね。だからこれでこの条例が制定されてね、で条例の中で例えば事務について移管はするけれども、財政がついてくるというのもすでに決ま分配が決まっているのをね、条例でその規約でね変更できるのかどうか、分配をというところだけ教えていただきたいんです。あのその辺のところよくわからないんですけどね、まあ言えることは、あの今度の条例というのはあのどうも実際にやるのはですね、あの先ほどの許認可的な都市計画の事務にしても、実際にやるのは局を合同局作ってですね、あの市の方の今の実動部隊がね、あのやると。で松井さんの最近の新聞報道なんか見ると、なんか大阪市の、あの部門は優秀だから負荷のこともね一緒にやるとか、千里のあのことにまで口出すようなね、そういうこれはまあそんなことはないと思いますけど、そういうような言い方はしてるわけですけど、実際以上大阪市が今まで負担することになってたものとか、そういうものを府がね持ちましょうというようなことはどこにも出てないですね。それがまあ大きな問題だと思うんです。ですからあの極端に言ったら、さっき私書いた漫画のようにですね、実際はみんな市がやって上の方の名目だけですね、あの府がちゃんとあの許可したんだとかね、そういうような形になるんじゃないか。それはまあ一番大きな問題だと思うんですね。ですからあのご指摘のような財政負担等が本来当然あのそれに関連して変わっていくものがあってしかるべきではないかと思いますんで、その辺のところが、口を出せば金を出すというのがね、あの口を出しても金を出さないというんじゃあのどうかなと思いますんで、その辺ははっきりしません。しかしどうも口は出すけど金は出さないというのが今の流れではないかというふうに思います。まだまだ質問もあるかと思うんですけれども、一応あの4時過ぎましたので、連続学習会この辺で終わらせていただきたいと思います。選手に続いてあのとても有意義な話だったので、私たちの中ではあのぜひこれをあの市民府民の皆さんに返す作業が、あの話聞いて終わっただけで分かるので、開発作業をしようということで、あの動画やリーフレットの作成など考えております。またぜひそれをあの広めていただくようにご協力もお願いして終わりたいと思います。木村先生、本当に数々の失礼もあったかと思うんですが、ありがとうございます。たくさん資料も用意していただきまして、今日あの資料がちょっとまだ残ってますので、よかったらお持ち帰りください。ありがとうございました。